What up guys? どうも、メンシプ用の動画です。メンシプで聞いたら、クラトム？タイの薬草に興味があるっていう方が何名かいらっしゃいましたので、この間、ラスベガスの展示会でもらったクラトムグミを試してみようと思います。私がクラトムについて知ったのは、2021年にタイが大麻を非犯罪化させて、それで行った時なんですけれども、それまで全然知らなかったの。で、大麻ショップに行ったら、そのクラトムっていうものも売ってて、何それみたいな感じで、まあ試しに買ってみたんですよ。その買ったのはジュースなんだけど、一本飲み切らずに、なんかちょっとだけ飲んだのかな？多分半分ぐらいしか飲んでないと思うんだけど、で、効能とかもあんまり調べないで摂取したから、なんか何をこう、期待していいかわからない状態でやって感じれたたった一つの効果がムラムラでした。で、クラトムとは、タイをはじめ東南アジアに分布するコーヒー科の植物で、タイでは昔から薬草として使われてきました。特にタイ南部の農作業などをする肉体労働者が仕事の前に元気を出すため、そして仕事の後の疲れを癒したり痛みを緩和するために使っていました。タイでオピウムに課税しだした頃に民間の人々が痛み止めの代わりにクラトムを使い始めたという歴史がありますが、1940年代に一度規制されております。で、大麻が非犯罪化された同年の2021年にクラトムも非犯罪化されているんですね。合法化されたんじゃなくて、あれも非犯罪化なんだそうです。アメリカでは50州のうち6つの州がクラトムを禁止していて、日本では2016年に指定薬物に指定されました。クラトムはロードース、少量摂取で興奮作用を得ることができて、ハイドース、多量の摂取で鎮静作用を得ることができます。その鎮静作用から、大麻を吸ってブリブリになりすぎてしまった人にクラトムを与えると、大麻の作用が和らぐんだそうです。で、クラトムで得られる効果っていうのが、興奮作用、集中力、想像力のアップと言ってる人もいます。あと、痛みの緩和、安眠作用などがあり、あと糖尿病にも効果があると言われています。で、クラトムの中には2つの化合物、ミトラギニンとセブンヒドロキシミトラギニンは脳内のオピオイド受容体と相互作用し、興奮作用やリラックス感、痛みの緩和を報告しています。これ日本のウェブサイトに書いてあった。なんだろう、厚生労働省かな。で、クラトムを使用するにはもちろん、おのおの様々な理由がありますが、オピオイド系の薬を使った人が、まあ、オピオイド中毒になっちゃうじゃないですか。オピオイドのその離脱症状を克服するために使用して成功したという事例がめちゃめちゃたくさんあるそうです。まあ、今ね、アメリカではオピオイドクライシスって言われてて、そのオピオイド系の鎮痛剤が処方されて、で、まあ、術後とかでこう、オピオイドを取っていたけれども、気づいたらオピオイド中毒になっていたっていう人がいっぱいいるんだって。モルフィンとか、オキシコンドンとか、あとなんだっけ、あのヘロインとかもクラトムを使ってこうやめれたっていう人がいるらしいです。なんだけど、クラトム自体には中毒性ががっつりあるんだって。だけどこの中毒っていうのは少量摂取では起こりづらくって、やっぱハイドースで取っている人に起こりやすいんだそうです。まあ、ロードースっていうのは 5g ぐらいを言うんだって。で、それ以上はハイドースだそうです。で、ちなみにクラトムっていうのは言ったらオピオイドなんだって。そのオピオイド受容体に相互作用しちゃうから、結局オピオイドと変わらないらしい。乾燥したクラトムの葉っぱ 1g には平均して 7.5 から 27mg のミトラギニンが含まれているが、含有量は品種や生産者によって大きく異なるということです。まあ、これは大麻も一緒ですよね。ブルードリームがあるからって、ブルードリームはいつも必ず 25% 以上の THC を持ってるわけじゃないし、そのフェノタイプが持ってる DNA にもよって違ってくるし、あとはその環境とかにもよるし、こう一概には言えないので、ちょっと同性時には気をつけたいところではあるんですけれども、なんと品種によっても得られる効果が違ってくるんだって。大麻みたいじゃない？効果の違いっていうのは茎の色で判断されることが多くって、赤の茎は多幸感を得られる、で白の茎は興奮作用を得やすい、緑の茎は赤と白のハイブリッドみたいな感じって言ってる人が YouTube にいました。クラトム単独での過剰摂取での死亡事故は稀ということですが、他のドラッグ、まあドラッグって言ってもお酒とかカフェインとか、あとは、タバコ？あと、本当に他のドラッグね。と合わせたことによっての死亡事故っていうのはあります。あるらしいです。
今は普通のサプリとしてアメリカでも売られていることから、売ってるクラトムの中から重金属とかバクテリアが検出されたっていうことも少ない話ではないそうなので、そりゃそうだよね、だって検査されてないもんね。でクラトムの伝統的な摂取方法は、葉っぱを、なんか生の葉っぱでもいいんだって、口の中に入れてもうくちゃ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 噛んで、そのエキスを吸い込む飲み込むんだって。で味がしなくなるまで噛んだら吐き出すらしい。なんかね、葉っぱ自体は食べない方がいいみたいなんですよ。でまたクラトムを粉砕してお茶っ葉みたいに煮出して飲むっていう方法も有名ですね。タイとかに行ったら普通にクラトム茶とか売ってたし、まあ、クラトムジュースとかもいっぱい売ってました。で今ではね、あのタイで、あの動画で紹介したジェイクさんいたじゃん。で自分でクラトムのお店とかを始めたんだけど、最近はですねクラトムのグミなんかも作ってるそうなんですよ。で今ね100店舗以上に卸してるって言ってたよ、タイで。あ、でアメリカではというと粉のまま売ってる場合もあるし、カプセルになってるものもあります。でカリフォルニアだとガソリンスタンドでも買えるし、あとねスモークショップにも売ってるし、 CBD ショップにも取り扱いがありました。で私が摂取していくのはこの恋のクラトムグミでございます。このグミには一粒に 50mg のメトラギニンが含まれていて、まあだから含有量で考えるとクラトムの葉っぱ2枚分ぐらいだから、そんな強くないかな。でだいたいクラトムを 5g 摂取すると6時間ぐらいその効果を得られると言ってました。うん、ちょっと長いね。でもね6時間つってるけど、そんなでもね、なんだろう、ピークは多分ね 2,3 時間で終わると思うんだよね。エディブルもそうじゃん、なんかこうゆっくり範囲になって、その状態が2時間ぐらい続いて、そっからなんか緩やかに抜けていくみたいな感じだから、だからそんな6時間がっつりビーンってことはないと思うんだよね。で恋のウェブサイトにはなんと COA ラブリゾルト、メトラギニンとセブンヒドロキシン、セブンヒドロキシミトラギニンの含有量が掲載されています。言ったら普通にクラトムを買って摂取したら、その1枚にさ何ミリグラム入ってるってわからないわけじゃないですか。だけどこれはしっかりとドーシングしてあるっていうのが、まあメリットかなとは思いました。自分の行きたいとこに行けるみたいな、こうバッチリパーン。でウェブサイトには半分から始めろって書いてありました。うん、私は1個食べるけどね。この 50mg のグミが10個入って37ドル、37ドルでした。まあ1回ワントリップ3ドル4ドルぐらいみたいな、まあ、安くはないね、そう考えるとね。今1時11分、わお、1時11分です。で5、やだ、なんかここになんかわかる、黒いつぶつぶがある、何これ、カビじゃない？ Doesn't smell good. 美味しそうなグミじゃないね。ご飯食べたのが3時間ぐらい前で、まあ、大体今お腹もなんか消化された感じはあります。食べてみてまず体にどんな変化があるかお届けします。うわ、何これ、クソ苦いんだけど、 What?I don't know if I can chew on this. 苦っ。苦っ。見せてもなんもないね。多分ね、このね、黒い粒はね、クラトムの粒なんじゃないかと思ってる。もう分け合わせすごいわ。なんかね、苦味として、あー。ちょっと待って、口の中で転がしてないで早く食っちゃった方がいい。Wait, hold on. 先に食べちゃうね、気持ち悪いから。その苦さっていうのがね、コーヒーとかの、まあまあ、ああでもコーヒーの苦みに確かになんかフレーバーがそんなになくって、口の中になんかね苦みだけが残るみたいな感じ。まあとりあえずクラトム食べたところで経過を見ていきます。今ね口の中が気持ち悪いからハイチュウ食べたの、お口直しと思って、そしたらクラトムを舐めてたところがちょっとなんかビンビンするみたいな感じ、ジンジンするみたいな、あれだ、注射の麻酔が効いてくる時みたいな感じ。今ね食べてから25分ぐらい経ちました。なんかここら辺からパーってなってくる感じを感じて、エナジードリンクが体に効いてきてるみたいな感じの時
で、ちょっと動悸が早くなっている感じはあるね。ちょっと胸が苦しいみたいな。それはブラジャーしてるからかな。色がビビッと。今のところ。ちょっとね、ここら辺がもうなんかモワンモワンして、いや、効いてきてるね、めっちゃ今。で、ちょっと立ったらこうなんかクラッてする感じ。あ、なんかすごいね、これね。でもこういうね、なんか取って、あ、何これすごい、やばいやばいやばいってなった時は、ちゃんと深呼吸をする。で、なんか頭がカーってなってる感じはある。で、ちなみに今日朝、マッシュルームカプセルも、CBD とかも何も取ってないんですよ。これに備えるために。で、朝コーヒーは飲んだんだけど、なんかね、コーヒー、あのさ、すきっぱらで、コーヒー飲んでてなんかさ、体がガーってなるときあるじゃん。なんかそれに似てるかも、感覚的に。でね、ちょっと体がポッポしてきた、今。なんかね、今ね、自分の声がね、ちょっと、響いて聞こえるみたいな感じかな。なんかすごい。手汗かいてきた。もうちょっとでも、45分ぐらいはちょっと、家に行ってみようかな。ちょっと、仕事しまーす。結構ご機嫌ですね。やっぱ音楽ってマジ大切だよね。こう Put you in the mood。 音楽って大切よな。多分ね、あのまま無音でなんかピーンってやってるよりも、音楽をかけてムードを、なんか自分のこうバイブを高めるがいいと思う。うん、なんかね、メラメラしてる。え、めっちゃいいけど、プラトム。なんかね、お酒の香りでいいんじゃない？クラブとか。はい、はい、はい。でもちょっと動くと、なんか動悸が、心臓爆発しそうみたいな感じ。よくなくない？先生、I have work to do.Need a push. I love my dog so much. おいおい、クラトもいいじゃないか、結構。なんかね、今結構リラックスしてて、でもやっぱ起き上がるより私は寝転がってる方が好きだな。で、目つぶると結構寝れちゃいそう、このまま。気持ちいい、気持ちいい。ねえママ。おい、グミを食べてから1時間が経ちました。感覚的には今喋ってる声がいつもより響いて聞こえる。なんか大きく聞こえる。で、立ってるのはちょっとだるい。寝転がってる方が楽で、感覚的に言うと結構なんか頭は結構きてんのよ、けど体がボディハイみたいな感じ。だからこうやってなんか寝転がってっつってやってるのが気持ちいい。で、うん。あ、で、なんかね、犬もね、まあ、もちろんね、常に愛して、うっしょー、キュート。なんかね、犬たちへの愛がすごいね。なんか、まあ、いつも可愛いけど、なんか、こう何かを摂取した時の、なんか、愛の感じ、わかる？いつもより、なんかエクストラに可愛いみたいな。感じかな。でもちょっとね、今、歩くのはだるそうなんだよな。ちょっと歩いてみようかな。座ってるとやっぱだるいけど、動き出したら平気かな。
でも寝転がってるのが気持ちいい。外一回行ってみようかな、散歩。あ、ダメかも。ちょっと今ね、散歩行こうと思って立ち上がったんだけどね、気持ち悪い。ちょっとゲロ吐くかも。ゲロ吐くかもしれない。吐いた方がいいかな。吐いた方がいいよね。ちょっとゲロ吐いてくる。ゲロ吐いてきました。すっきりした。あの感じはちょっと気持ち悪かったな、多分な。ゲロも吐いてすっきりしたので散歩行こう。おお、今のですっきりした。今散歩行ってきて15分ぐらいの。でもなんか気持ちいいなっていう感じはなく、やっぱ胃がムカムカしてる感じがあって、結構日光も今もう強いから暑いのがもう結構クラクラきちゃって今で、横になろうと思って、そしたらもう一回うってきて今入ってしまったんですが、クラトム吐き気のあれあんのかな。でもちょっと頭もスローになるかも。クラトムの副作用として吐き気、かゆみ、汗、ドライマウス、便秘だって。ああ、知らなかったよ。おお、今ねグミ食べて1時間40分ぐらいかな。でもね、この1時間40分がすごい早く感じた。いや、やっぱなんかちょっとトリップしてたんだろうね。トリップっていうか効果を感じてたんだろうね。で、総合的に言ったら私多分ね、取りすぎたね。あの 50mg 一粒食べちゃったけど、半分か3分の1もしくは4分の1でいいと思う。まあ、経験みんなもしてみてはいいと思うけど、あと、まあ、私が取ったのがそのグミで、あの抽出された成分が入っているから、そのクラトムそのものとは多分ちょっと違うっていうのもあるし、もしかしたら中に入ってたグミの原材料と私の体が合わなかったっていう可能性もあるし、なんかね、一言では言いづらいかも。今回ね、このクラトムの動画を作るにあたって、まあ、クラトムのこともよく知れたし、非合法になったからといって中毒性がないわけじゃないっていうことも知れたので、よかったと思います。まあ、みんなもね、タイに行く機会もあると思うので、まあ、ちょっとやってみる分にはいいと思うよ。まあ、ほら、日本に帰ったらさ、クラトム手に入らないから中毒にもならないし。はい。ということで、この動画も見ていただいてありがとうございました。何かリクエストがあったらぜひぜひ、メッセージがこちらのコメントで教えてくださいませ。では、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。とか言って、ちょっとマジ、実は結構今、まだ気持ち悪い。